こんばんは、仙人です。修理前の最終ですけど、クワ株全部出てますよ。こんばんは、ハブクワ仙人です。本格的な修理になる前に、ちょっと詰めて最終に出かけます。取れるやろ。これは平田ですね。本日は平田が出迎えてくれました。さてさて、次はこれは何かな。ノコギリですね。2匹なんかついてんな。1匹はノコギリですね。落としてみますね。あれは何や、何やろな。ズームズームズームイン。これもノコギリですね。これも落としますね。ゴムかもしれませんね。ノコギリと、やっぱ手足ばっちりですね。今日はなんか良さそう。で、金分やん。金分って自分は今年初ですね。何かいるかな。カブトムシ発見。お目目が光ってます。お目目が光ってます。カブトムシです。取っちゃいますね、これね。やっぱりカブトは何回見ても貫禄があるね。バシッとしてね。これは何か。ノコギリのメスでした。場所を変えて、この子には何がついてるのかな。角がないからカブトのメスですね。尻からして、僕のミスです。すっごい重機の匂いしてる。この辺かな。この辺やね。この木枯れてるもんね。なんかついてるやん。あの高いとこ。あれ何？おー、ノコギリ。ノコギリ発見やね。へー。これ落としたら飛ぶやろ。うまいこと説明かな。やってみます。やった、うまいこと言ったね。飛ばんとラッキーです。黒の子ですね。これ水牛です。ここは何がいる、何がついてる。これは何かね。ミヤマですね。これ大きいよ。これ大きい。逃がさないようにしないと。あそこにもなんかついてる。なんやこれ。では落としたれ。落としたったら一匹増えてんねん。ラッキー。ミヤマや。綺麗です。ミヤマですよ。これは60はあるでしょう。この木はどうかね。ノコギリ。これは何のメスやろ。あ、平田。平田のメスか、今の。部屋でおったんかな。あっちは。これはノコギリ。コンパスのペアですね。ここにもおる。これもコンパスかな。この木何匹ついてんや。へえ。すごいな、今日。ようけついとるわ。あちこちついとる。どれから落としてんや。
蹴ったらもうわからんよ、なんでこれ。上手に竿に落としていかんと。ここにもおる。ここにもおる。今もなんか見えたで。これ水牛や。なんと。あれは？もうなんかおるで。あの枝でわからんな、これ。あの枝で。あ、ほれほれ、なんかおった。場所変え、移動したらどうやろう。どうかな。あ、わかった。ミヤマや。ほーれ。綺麗なミヤマやんか。毛深うて。また毛がいっぱいついとる。新成虫やね。ええもんや。これも60あるかな。もうなんか樹液の匂いがしてんやけど、このヤブ入っていかんとあかんか。やろう。すごい匂いするんやけどな。やめとくか。日中やったらね、すぐわかるんですけどね。夜はちょっと見にくいんで、場所変えてみます。残念や。どうや、ここは。もうついとる、ついとる。ほーれ、おー、ノコギリ。ノコギリがこれ独占しとったな、メスは。ここにもおる。ここにもメスいるやん。これぞ、ハーレムか？この木は前回平田が取れた木なんですけど、おらんな。マグロやったんかな、あれは。そんな毎回毎回うまいこといかんわね。これなんや、ノコギリですね。水牛ですね。これも落としたらな。容器おるな、今日。容器おるわ。おり。ええ形です。立派な水牛ですね。箱にもおるね。なんやろ。ズームインやね。ミヤマですね。ペアですね。交尾してるんちゃうかな。出します。一匹は逃がしたみたいね。けどこいつら全然離れようとしておらん。このメス、しかしこれお腹どうなってんの。浮かぶぜんかね。え、お腹が締まりきらへんのかな。アイメスやな、せやけど。木のメス、こっちにメスやったな。これだね。平田ミッキーやね。これてますね。隠れても、あかへんで。日差しで取っちゃいますね。どうだ、出てこいよ。どうだ、出た、どうだ。落とす。どこ行きよった。よっしゃよっしゃ、見て見て。どうかな、55ないかな。小さい個体はリリースします。飛んでいけ、隠れろ。あれ、まあええか。ミヤマもリリースします。すべて小さな虫は全部リリースします。
はい、元気でな。早く飛んでいけ。とか言いながら、次もまた最終に来て捕まえちゃうんじゃないだろうか。取っとったら笑っちゃいますよね。名前書いてないし分からへんか。車に戻ります。到着です。どうですか。大クワガタ以外全部揃いました。まだ兜がね少ないんですけどね。結構そこそこの大きさの個体が揃いました。ラッキーです。でもこれから兜が出てくると心配ですね。夜の餌場を兜に占領されるから、今いるこのクワガタたちが餌場を弾かれるんですよね。餌場の取り合いをして負けちゃうんですよね。だから昼間でないとクワガタが取れなくなっちゃうんですよね。取れないことはないんですけど、数が少なくなるだけですけどね。今の間に最終に出かけてクワガタを取っておくのも一つの手ですね。もう皆さんたくさんいてますよ。もう夏と変わりないと思います。最終に出かけましょう。さて計測タイムです。まず深山から。金粉だらけの深山ですね。いやー64か 65?64 はないし、いやいやいや、これ61もなかったね。60ミリでしたね。なんと63くらいはあるかな思ったんですけどね。ノコギリはどうかな。60ミリないね。61ですね。まあまあよしじゃないですか。今の時期のコギリっていうと60超えるやつってあんまり取れんかったように思うんですけど、今年に限って梅雨前で60オーバー取れるって今年だけかな。どうやったよ。この深山は59で60ないっすね。わからんもんやな。平田はどうや。これも55ないね。ねえ大きい見えたけど、ねえやっぱりノギス持って出ないとダメですかね。ただね落としちゃうんですよね。まあまあこの状態でいいと思いますけど、車に戻ってきてほっこりして計測するのが。この深山、ごっつい深山ですけど42でしたね。けど深山にしたら大きいです。だいたい34、5、6ミリぐらいでしょう。最終で取れる深山は、今日取れた深山は大きいですよ。42ミリ打ったらごっついですよ。こいつも結構あると思いますよ。38はないけど37ですよ。大きいですよ。よしですよ。上出来です。ね、もう一回のこぎり測ってみましょうか。真っ赤ののこぎりですわ。見てやるか。これやっぱり60超えてますよ。60ミリですか。大きいな。大きいです。ラッキーですね。あと深山と
平田も大きかったらいいんですけどね。こんな感じです。本日の動画はここまでです。今日もご覧いただきありがとうございました。近々また最終にも出かけて動画をアップしていきますので、またよろしくお願いします。もう次はもっと撮ったるわ。ではまた次の動画でお会いしましょう。